たとえそれが一国の不利益になっても、真に全世界全人類の幸福になることであるならば、これは明らかに善である。また、たとえそれが現代人の考えにとって不利益であっても、真に永久の幸福になることであるならば、これまた明らかに善である。自分で自分の悪い気持ちと戦うということは必要である。こうした難関を一つ突破するごとに少しずつ一般的邪悪をも征服する力がついてくるのである。